大聖院は、広島県八日市市宮島町にある神言、総合室派の大本山の寺院。3号は、滝山、滝山大聖院水星寺と合する。宮島で最古の歴史を持つ寺院であり、厳島神社の別当寺として、祭祀を司り、社僧を統括してきた寺院である。観音堂元武の十一面観世音、菩薩、直眼堂本尊の名切不動明王のほか、 三木大権現、七福神、一岩大師など数多くの仏像が安置されている。大聖院は、中国三十三観音第十四番札所、山陽花の寺二十四か、寺第一番札所や、広島新四国八十八箇所令状第八十七番札所でも、あり、桜や紅葉の名所でもある。マニデンへの階段には、マニ社が多数設置され、また、 未仙への登山ルート入り口に隣接すること、高台からの眺め、昔からの風情を残す周囲の街並みから、エンターテイメント性に富んだ寺院であると言える。護衛華、人の世の心の闇を照らすなり、ひじりの寺のノリの灯火び院の早々については、定かでない。伝承では、大道元年に、空海が宮島に渡り、未仙の上で修行し回帰したといい。 蕎麦天皇直命の祈願道場となったという。ただし、空海と宮島の結びつきは、史実としては確認できない。古くは、水政寺と称し、安元三年の、五木島水政寺本業日記中心条案及び、同年の大城官庁案に、水政寺と見えるのが、文献上の所見である。従来の説では、この頃の水政寺は、宮島島内ではなく、 対岸の本州側にあったと考えられている。ただ近年、未仙の本堂周辺から、奈良平安時代頃の緑油陶器や仏鉢などの遺物が採集されており、水政治は古代から宮島島内にあったのではないか、とする指摘もある。1887年の火災で大部分の道具を消失し、現在ある道具はその後整備されたものである。厳島神社近くに本があり、 ここには、二王門、おなり門、直眼堂、観音堂、マ二堂の大師道、霊宝館など多くの道具がある。大師道地下には、人工洞窟の返上窟があり、四国八十八ヶ所霊場の砂を敷いた砂、踏み道場になっている。境内には、至るところに小仏像が祀られ、独特の景観を見せている。未千山町付近にも大聖院所属の道具があり。 こちらには、未仙本堂、大日堂、霊華堂、三木堂などがある。霊華堂は2005年に火災で消失し、翌年再建された。未仙本堂は、広島新四国88箇所霊場台88番札所である。平凡社、日本歴史地名体系広島県の地名の未仙の項による。いずれも、この坂文書のうち、西尾修造、 秋、津久島未仙水政人の創建について、仏教芸術第304号毎日新聞社、ありがとうございます。